日のメインイベント新人選抜メンバー発表に参りましょう。この日また新たなベルヘンドの新ユニット選抜メンバーが誕生いたします。そんな彼女たちの運命の瞬間に皆様お立ち会いいただくわけですが、一つお願いがございます。メルヘンドたちも自身のプライドをかけ、お客様の期待にお応えすべく、さまざまなプレッシャーもありながらここまで頑張ってきております。今からの発表はどのような結果になろうと、ぜひ皆さん温かく見守ってあげていただきたいと思います。そして選抜メンバーとしてこの新たなステージに上がるメルヘンドには惜しみない拍手をお願い、どうかどうかよろしくお願いいたします。さあ、それでは店内のモニター改めてご注目いただきまして、まずは締め切り直前のランキングを振り返っていきましょう。このようになっておりましたね。10位から1位まで今出てきておりますけども、第10位向井空、そして第1位まで中山由紀。これは3月の17日投票の締め切りの最後のランキング速報でお届けしたトップ10ランキングです。さあ、そしてこのトップ10のランキングの発表の時には結成されるユニット数などの情報も発表ありました。ここになっておりますね。第8弾 CD 選抜企画、選抜ユニットは1ユニット、そして投票ランキングトップ6プラスプロデューサー育成枠の合計7名が今回第8弾の CD 選抜メンバーということになるということでした。さあ、果たしてどのメディアが選抜メンバーの座を獲得したのか、この夏10人の中にいるのか、それとも10人以外のメンバーが選抜メンバーとなるのか、お待たせいたしました。第8弾 CD 選抜メンバー最終結果の発表です。今回の最終投票ランキングは昨年第7弾選抜メンバー発表後、昨日2017年4月27日までの1年間の投票集計結果となります。今から呼ばれるメルヘンドはステージに上がってください。それでは早速発表していきましょう。まずは選抜入りボーダーライン第6位からの発表です。第8弾 CD 選抜最終投票ランキング第6位、獲得票数3608票、花組から相原かなみ、ステージへどうぞ。そして皆さん大きな拍手でお迎えください。相原姉妹のお姉ちゃんかなみ、それではマイクを持ってコメントをお願いします。応援してくださった皆様、そして本当にメルヘンズもなんですけど、本当に応援してくださった方、皆さん、スタッフの人、そしてありがとうございます。今日は本当は本当に結構ギリギリだったんで、入れるかって、ね、全然本当に分からなかったんで、コメントも用意してないんですけども、姉妹でずっと入りたいって言ってたんですけども、なんか結構辞退しようかとかも迷ったりとか結構いろいろあったんですけど、やっぱり選抜っていうのをすごい大切に思っていて、一人出ても入っても絶対頑張ろうっていう意思で今回最後まで頑張りました。応援してくれた皆様、本当にありがとうございます。おめでとう。改めてお願いします。第6位選抜メンバーとして、まず一番乗りは相原かなみ、お姉ちゃんの方でした。さあ、続いていきましょう。第8弾 CD 選抜最終投票ランキング第5位、獲得票数3955票、花組からまたまたメンバーが入りました。ニーナプラス、ステージへどうぞ。皆さん大きな拍手をお願いします。まずは皆様選抜5位本当にありがとうございます。本当は今回は
私は選抜辞退しようとギリギリまで考えていました。というのも前回の選抜ですごく悔しくて、1年頑張ってきたものをたった1日で塗り替えられることが本当につらかったです。私はでも辛い思いしたのは私だけじゃなくて、今ここにエメルヘンズも辛い思いをしている人がやっぱり私がにももちろんいるし、選抜で辛くて悩んでた私を励ましてくれた、でもメルヘンヌとかファンの方とかスタッフの方のおかげで私はでも今本当にここに立てます。それがなかったら多分私はもうすでにメルヘンにはいなかったと思います。自分がこれまでメルヘンでやってきたことは間違いじゃなかったなだなって皆さんのおかげで本当にそう思いました。もう今私はもう悩みとか全然ないんで、この選抜で皆さんに元気と感謝を届けれるように精一杯頑張りたいと思います。皆さんこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ次のね、新しい選抜の活動活躍を期待しましょう。第5位はニーナプラスでした。さあどんどんいきましょう。続いては第4位の発表です。第8弾 CD 選抜最終投票ランキング第4位、獲得票数4479票、夢組組長大倉まどかステージへどうぞ。夢組組長大倉まどかです。たくさんの方にこの1年間応援してもらって本当にありがとうございました。まどかはね、実は初の実力での選抜になるから。そうです。初めて選抜メンバーになった時は、プロデューサー育成枠ということで、メルヘンに入ってまだ半年ぐらいだったかな、その時に入れてもらって、なんかやっぱり自分の実力で選抜メンバーに入る子って違うなって思いながら、いろんなイベントとかに参加させてもらってたんですけど、で前回は、まあ、普通に落ちてしまって、まあ、自分にもいろいろ悪いところがあったなって思うので、それを今回は全部改善したつもりで1年間移動できました。で大阪メルヘンは歌が上手い子もダンスが上手い子ももちろんいますけど、選抜メンバーになるのはそういう子ばっかりではなくて、他にももっと魅力のあるところが生かされて選抜メンバーに選ばれると思うので、でもだからみんな、逆にみんながチャンスがあると思ってほしいです。最近入ってきた子には、でもでもが多いんですけど、私は多分メルヘンヌの中で一番ステージを大事にするメルヘンヌだという自信を持ってこれからも精進してまいりますので、来年は1位を目指して頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。大倉まどかでした。よろしくお願いします。第4位は大倉まどかが入りました。さあそれではどんどんいきましょう。ここからはトップ3になりますけどもね、トップ3は表彰状の授与もありますので、店長佐藤義明の方から表彰状を授与させていただきたいと思います。さあそれでは行きましょうか。第8弾 CD 選抜最終投票ランキング第3位、獲得票数4702票、夢組ヒロイアイラステージへどうぞ。皆さん大きな拍手をお願いします。さあまずは佐藤店長から表彰状の授与ということでお願いいたします。おめでとうございます。第3位になりました。それでは3位まで順位を上げてきましたヒロイアイラ、コメントをお願いします。
私には本当に何も取り柄ないんですけど、そうやって応援してくださる方がいることがすごい感謝でいっぱいです。今ここに来れてるのも本当に皆様のおかげです。これからもマイペースに私らしく頑張りますので、これからも応援していただけると嬉しいです。最後になりますが、投票してくださった皆さん、1年間本当にありがとうございました。改めてお願いします。思いのこもった加盟長、戦っておりますが、例年も第3位は広いアイラとなりました。さあ、残すはトップ6の席、あと2席ですね。第2位の発表にしましょう。第8弾 CD 選抜最終投票ランキング第2位、獲得票数6116票、花組伊藤りりか、ステージへどうぞ。さあ、まずは表彰状の順です。おめでとうございます。それでは伊藤りりか、第2位コメントをお願いします。BGM もう一度下げようか。1年間あんまり休まないで頑張ってきたんですけど、勝てないものがいっぱいあって悔しい思いもいっぱいあるんですけど、ダンスも上手くないし、歌も下手し、コミュニケーション能力もなくて、うまく話せないんですけど、最後まで1年間皆さんが応援してくださって、2位という順位をいただくことができて本当に嬉しいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。これで最後の選抜に本当になるんですけど、自分ができる範囲で頑張っていくので、皆さん最後まで応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。改めて今の意味が直しましょう。さあね、さらっとこれで選抜最後というのが見ましたけどもね、はい、何はともない、おめでとうございます。さあ、それではいよいよ1位の発表に移りたいと思います。第8弾 CD 選抜最終投票ランキング、見事1位を獲得したメルヘッドは、投票数7617票、愛組組長中山ゆず、皆さん拍手でお迎えください。V2 達成となります。さあ、それではまずは表彰状の授与、店長佐藤義明よりおめでとうございます。さあ、それではね、1位の中山ゆずコメントをいただきたいと思いますが、ここで、中山ゆずから重大なお知らせがあるということなんで、そのゆず本人の口からお願いいたします。まずはじめに、いつも応援してくださってる方々、大阪ミルヘによく遊びに来てくださってる方々、本当にありがとうございます。私この1年間、認められたくて、一生懸命自分なりに大阪メルヘンに向き合って頑張ってきた1年間だったので、この1位っていう順位をいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ですが、私中山ゆずは
5月中旬をもって大阪メルヘンを卒業させていただくことになり、それに伴い選抜メンバーを辞退させていただくことになりました。この決断は本当に悩んで、私はすごく大阪メルヘンが好きで、すごく感謝していることがいっぱいあるので、自分なりにはめちゃくちゃしたくてたんですけれども、自分の将来のことを考えた時にこの決断に至りました。中途半端に続けることもできたんですけど、やっぱり選抜でオリジナル曲を作り上げるっていうことは、そんな中途半端な気持ちでやったりしたらダメだと思うので、他の選抜に選ばれているメルヘンヌや選抜に入りたいと思っている新人メルヘンヌもいっぱいいて、そんな中こなすみたいなことは私にはできないと思って、この決断に至りました。本当に今まで応援してくださった方々に感謝でいっぱいですし、これから5月中旬までメルヘンとして大阪メルヘンを元気に楽しくしていけるように最後まで頑張りますので、応援よろしくお願いします。これからも大阪メルヘンをよろしくお願いします。本当にありがとうございました。そうということでね、中村君本人もギリギリまで悩んだということなんですけどもね、皆さん本人の決断を尊重していただいて、ぜひこの後ねぎらいの言葉などをかけていただければと思います。ということで中山ゆずはこの先発のステージから降りないといけないということですので、お席に帰るという形になります。お疲れ様でした。さあそして、プロデューサーもいろいろと企画の中でね考えてはいたんですけれども、今回中山ゆずの空いた席に欠員補充はなしという形でいきます。ということで残る席はあと一つ、プロデューサー育成枠の発表に移ります。それでは改めて残る一枠プロデューサー育成枠の発表ですが、まずはプロデューサー育成枠とはご存じない方もいらっしゃいますんでね、ここで改めてご説明いたします。大阪メルヘンに関わるサウンドクリエイター、ダンス講師、プロデューサーがこれまでの大阪メルヘン店舗内外での日々のステージパフォーマンスを見て、期待値も込めて選抜メンバーとして活躍できる可能性を感じたメルヘンの育成枠として選出しております。今から呼ばれたメルヘンはステージに上がってください。そして皆さんぜひ拍手でお迎えください。それでは発表しましょう。第8弾 CD 選抜プロデューサー育成枠、花組から相原美奈穂、大きな拍手でお迎えください。はい、セッターにまず立っていただいて、コメントをもらう前に今回のプロデューサー陣からの選出理由をお伝えさせていただきます。相原美奈穂さん、育成枠選出おめでとうございます。毎回のことながらプロデューサー育成枠選出の会議では複数のメルヘンが候補に上がっております。ただ今回の新曲リリースにあたり、この子の安定したボーカルと歌唱力、さらにはステージに彩りを添えるその笑顔は外せないだろうという意見で一致いたしました。そしてステージパフォーマンスにかける熱い思いを評価し、育成枠選出となりました。新たなユニットでの活躍期待していますというメッセージをいただきました。それでは相原美奈穂さん、コメントお願いします。はい、改めまして相原美奈穂です。今回
回もう、まあ、入れないんだろうなって中間発表の時点で7位で、あの6人までしか選ばれないよっていうのを聞いて、育成枠はあの新人の子とかが入るのかなって普通に思ってて、もうあの今日もすごい、あのいたらきっと泣いちゃうし、あの中間発表の後からも、まあ、選抜だけが全てじゃないから、あの頑張ってねとか声かけていただいたり、あのライブとか外のでのライブ出させてもらった時に、やっぱり私ってあの歌って踊ってしてるのが本当に楽しくて嬉しくて、それを褒めてもらえるのが本当に嬉しくて、なんか選抜にすごい一生懸命になって頑張ってきたんですけど、なんか大事なもの忘れてたかなって最近自分でもちょっと反省というか振り返ってる中で、これから選抜メンバーじゃなかったとしても、すごいステージ褒めてもらえるように頑張っていこうって思いながらも、やっぱり悔しくて、毎日どうしようかな、もうメルヘンおらん方がいいかなとか考えたりしてたんですけど、こういう枠で選んでもらえて、お姉ちゃんが言ってたみたいに、お姉ちゃんと一緒にまた新しい曲に参加できるんだなって、今思うと本当に嬉しいです、純粋に。お姉ちゃん、前出てきたな一緒に入りたいって言ってね、いつも言ってて、前回はプロデューサー育成枠お姉ちゃんの方が選ばれまして、今回は逆に妹の方が選ばれたっていうのがあります。これは本当にないことやと思ってたんで、絶対に、なんかもう本当にもう ありがとうございますでしかないんですけど、びっくりして、あれも言えない。抱き合っとこか、ゆっこ抱き合っとこか嬉しいです。ニーナさんも、ニーナプラスさんも辞退しようと思ってたとか言ってる時に、私すごいプライベートでもご飯とか行く時が多いんで、私が辞退したらみのちゃん入れるんちゃうとか言ってくれてて、まあでもね、それでもらえる、はい、ね、席をね、はい、私はもうニーナさんは絶対選抜メンバーに、もう前回から絶対入るべき方だと思ってたんで、それをやっぱり私入ろうって言った時は、私純粋に嬉しくて、私入られへんやんとか全くほんまに思ってなくて、そういう言葉とかも頑張る理由だったんですけど、本当に花組って今回、新しくできたと思うんですけども、その花組の組長で、皆さんで、組長代行のソラちゃんとかもすごい、なんか自分のこと差し置いて結構応援とかしてくださったんで、本当にメルヘンにもすごい感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。改めてプロデューサーに連絡、アイハラミナホ、そしてお姉ちゃんのね、花組のコメントもありますので、大きな拍手をお願いします。さあ、それでは6人全員前に出てきて並びましょう、一列に。これで第8弾のね、 CD 選抜メンバーが出揃ったことになります。改めて皆さん大きな拍手をお願いします。さあ、それでは感動さんにあらぬ選抜ランキング発表の後は恒例の選抜ユニット名と楽曲の発表に移りたいと思います。どんなユニット名になるのか楽しみですね。まずは今回の第8弾 CD 選抜の企画コンセプトを発表いたします。今回のコンセプトはこうなりました。皆さんモニターをご覧ください。原点回帰、進化、進化のシーンは進むではなく深めるという字になっておりますねさあ、ということでユニット名はこちらとなります。
メルヘンズ第一機動隊、衝撃です。ユニット名復活。さあ、先ほどもありましたよね、コンセプトが原点回帰、そして深めるか進化なんですけどもね、原点にやっぱり大阪メルヘン、ここで戻らないといけない。ただ原点に戻るだけじゃなくて、もっと大阪メルヘンの世界を深めたいという、そういうプロデューサーの企画から、今回メルヘン第一機動隊、この6名で再結成されます。新たなメルヘン第一機動隊、もしかしたらメルヘン第一機動隊2017とか、なんかそういうのがつくのかどうかわからないですけど、2018かね、わからないですけど。さあ、続いてリリースする楽曲の発表いきましょう。恒例のデモ音源を入手しております。今回は超大作になってますね、これ制作中のデモ音源ありますので、かけていただきましょう。まずはタイトル、こちらになります。なら何度でも、カッコ仮。それではお聴きください。サビの部分まで飛ばして、サビはこういう風になっておりますね。で、この曲はいろんな要素が含まれておりまして、こんな感じのところもあります。さあ、そんな感じになっております。今回の新曲、ちょっとメルヘンに感想を聞いてみたいと思うんですけども、どうでしょう、誰かバルカ聞いてどうですか。とってもキャッチーだと思います。魂こもってないで第一機動隊を使わせてもらうことはすごいメルヘンで、やっぱり最初私たちが知らない頃からメルヘンを応援してくれてる人たちからすれば、すごいすごいやつ、なんて表現したらいいかわかんないんですけど、大阪メルヘンの歴史の始まりですからね。あ、そういうことが言いたかったんですなんでやっぱりその第一機動隊を汚さないように、また新しいメルヘンのスタートが切れればいいなと思います。なるほどね。ニーナはどうですか、この曲聴いて。で、なんか最初の音を聞いた時に、なんか結婚式みたいやなって思ったんですけど、ね、なんかあの、なんていうんですか、あのメルヘン入る前に、あのメルヘンのそのオーディションを受ける前に、最初にそのボナビとかバンバンバンとか PV を見て入ってきたんですけど、はいはい、ね、ユニット目第一機動隊で、あのすごいなと思って入ってきた、そのそのユニット名が、その自分ユニット名のところに自分が入るっていうのが、なんかすごい、あの、なんていうんですかね、その、わかります、なんかわかります、その、はい、なんかすごいなって、すごいね、わかります、はい、以上です。はい、ありがとう。さあ、それではこのメインの曲「なら何度でも」と一緒に CD としてリリースされるのはカップリング曲、毎回ありますけど、今回カップリング曲も決まっております。カップリング曲、まずはこちらになりますね。もちろんもう原点回帰、メルヘンの第一機動隊ということで、勘のいい方はお分かりでしょう。青春ゴナビ、カップリング曲として入りますけれども、今回のこのメンバーで再レコーディングをいたします。新たな青春ゴナビ、もしかしたら音源も多少アレンジが入るかもしれませんけれどもね、楽しみにしておいてください。まあ、タイトルはいずれも仮タイトルですけども、リリースは6月中を予定しております。大阪メルヘン店内にて、もちろんお昼のライブもいたしますので、楽しみにしておいてください。さらにまだあるんです。今回の選抜ユニットには衝撃の新展開がまだあるんです。それがこちら。メルヘンが海外でなんと某海外音楽フェス出演決定です。
ですけど選抜メンバーに多いな、頑張ってな今年めっちゃすごいじゃないですか、びっくりしてます。いや、ということでね、実はこの情報は超トップシークレットでして、まだ極秘情報なんで今はここまでしかお伝えできないんですけども、歌って踊るアイドルメルヘッドと、そのメルヘッドが活躍するホームステージ大阪メルヘンというパッケージが独特のオリジナリティを大阪で発信しているという注目を受けて、さまざまなジャパニーズアイドルエンターテインメントの中の一つとして参加が決定いたしました。いやー、リリカどうする、海外やで、ね、リリカ旅行行きたいで、めっちゃ美味しいので英語の勉強します。そんなテンションやったらついていくパワーですよ。パフォーマンス見ないでくださいね、はい。さあ、ということで、この情報またまたいろんな情報が解禁になりましたら、皆さんに詳細をねお伝えしていきたいと思いますので、お楽しみにしておいてください。いやいや、それにしても今回の選抜はまさに衝撃の展開尽くし、今まで、よりさらに大きなステージ、大きな展開へとますます楽しみになってきました。第8弾 CD 選抜プロジェクト、いよいよ始動です。このメンバーがこれからどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、皆さんもぜひ楽しみにしてください。さあ、それでは恒例のいつもは撮影禁止の大阪メルヘン選抜メンバーだけ大撮影会を行いましょう。さあ、今回の第8弾選抜 CD プロジェクト、非常に大きなプロジェクトになりそうです、ね、メインリード曲になりますね。7何度でもこちらはぜひフル音源で皆様にいち早く聴いていただきたいのでね、頑張っていながら出てるたちレコーディングもあります、衣装も着て CD のジャケット撮影もあります、ね、いろいろありますけれども、なるべく早く皆さんにお届けできるように頑張りたいと思います。では、先発 CD メンバー改めて紹介してみましょう。伊藤リリカ、広井愛ら、大倉まどか、そしてニーナプラス、愛原花美、愛原美穂、この6名が第8弾 CD 先発メンバーとなりました。皆さん本当に1年間で、ね、温かい応援声援ありがとうございました。はい、それではそろそろ撮影タイム終了とさせていただきます。以上、この時間は大阪メルヘン第8弾 CD 選抜メンバー発表にお付き合いいただきました。これから新ユニットの活動にご注目ご期待ください。それでは最後は恒例のコール&レスポンスで締めくくりましょうか、ね、ステージ上のメルヘンのもっと前に来て、ステージからみんなに大阪メルヘンのコール&レスポンスで次の選抜の勢いを見せてあげてください。さあ、それでは行きましょう、コール&レスポンス。ぜひ皆さんもそんなメルヘッドたちに力を貸してください。大きな声でコール&レスポンス、私が大阪といえば拳をつけてくれるメルヘッドお願いします。いきますよ、ちょっとみんなのテンションとかないような、 Everybody are you ready? イエーイ、もっと声出してよ、本番いきます、参ります。おー